東海帝王は、日本の競争馬、シュ馬である。主な勝倉クは19、1991年札幌賞、東京優秀、1992年ジャパンカップ、1993年、有馬記念など。七冠馬、シンボリルドルフの初年度3区の一頭であり、日本超競馬として、最初の国際 G1 競争優勝馬である。1991年度、JRA 年度代表馬、 最優秀四歳母馬及び最優秀父内国産馬、1993年度、JRA 賞特別賞受賞。1995年、県賞馬に選出。皇帝と称された父から連想して付けられた馬名より、帝王、幾度もの骨折から復活の勝利を挙げた、競争生活から、奇跡の名馬とも呼ばれる。父、シンボリルドルフ父は競争馬時代に、 無敗で制したクラシック3冠を含む GI 競争7勝を挙げ皇帝と称されたシンボリルドルフ。母東海ナチュラルは優秀品馬優勝馬、東海ローマンの範囲妹であったが足元に難があったため競争馬としてデビューできずに繁殖入りしていた。ナチュラルとローマンの馬主、内村正則はルドルフの種付け株を手に入れた当初はローマンをその後輩相手に考えていた。 しかし、当初5月の新潟対象店で引退予定だったローマンは、同レースで2着に入ったことで1年の現役続行が決まったため、大役の形でナチュラルとの交配が行われた。1988年4月20日、北海道ーカップ町の長浜牧場で、東海ナチュラルはオスゴマを出産した。父の異名を、皇帝からの連想で、オスゴマは出生直後より、 帝王と呼ばれ、陽名は、浜の帝王とされた。幼駒の頃の帝王は、足が長く華奢な体つきで一見して、見栄えは良くなく、それほど高い評価は受けていなかった。しかし、運動を始めると非常に柔軟性のある動きを見せ、関係者の期待を集めた。翌1989年10月、育成調教のため、ビラトリ町の二風谷タ修ケ育成センターに移動。 ここでも、馬体の柔軟性、そして、束の前に出ようとする勝負根性が高く評価された。その後約1年間をに、風谷で過ごし、競争年齢の3歳となった1990年10月、滋賀県立東トレーニングセンターの松本、小一級舎に入る。競争名は、陽明から冠名を変えたのみの、東海帝王で登録された。トレーニングセンターの調教では、 ストライドの大きい馬は、高タイムが出ないとされるハンドコースで際立った動きを、見せ、松本に大きな期待を抱かせた。松本はクラシックを狙える馬であると感じ、サツキ東京優春から逆算しての余裕を持ったローテーションを企画した。また、想定士は、帝王の柔らかいつなぎに驚き、馬を引く、急務員に、ダービー馬が来たなと口にした。12月1日、 中京競馬場の新馬戦でデビュー。松本がダービーを見据えて、東京競馬場と同じ左回りを経験させようと、中京コースが選ばれ、騎手は松本旧車の馬に多く騎乗し、デビュー前の調教にも本馬に乗って自ら騎乗を志願した安田孝行が務めた。当日は、単勝一番人気に支持されると、不良馬場、また先行した馬が有利とされている。 小回りのコースでありながら、後方でレースを進め、徐々に前方へ進出して、最後の直線で内から鋭く抜け出し、安田が手綱を抑える余裕を見せて4馬審査をつけて、勝利した。自走のシクラメンステークスは3番人気となったものの、後方追走から、残り800メートルの標識付近で、前走同様前方へ進出、4コーナーで逃げた1番人気のイデサター,ーンをかわして、 先頭に立つと、後続に二馬身の差をつけてそのまま押し切り、デビューに連勝を記録した。シュクラメンステークス後、松本は、東京優秀までのローテーションについて、無理に強敵を相手にして消耗する。トライアル競争には出走させず、芝2000メートルのレースに、東海帝王を出走させることを決定した。翌年1月の若駒ステークスでは、 単勝オッ一1.3倍と圧倒的な一番人気に支持され、中段追走から向こう正面で一気に前方との差を詰めて3コーナーで先頭に並べかけると後を追ってきたナイスネイチャイーデサタンを突き放し、タイムを同距離の前走から2秒4縮めて3、連勝を果たした。続いて出走したサツキ賞に向けての登場初戦、若葉ステークスでは2週前の弥生賞のレース後に、 関西のある騎手が、西にはもっと強い馬がいると東海帝王を表したコメントが関東のファンにも知られていたことで、生涯最高となる66.28%の単勝支持を受けた。スタート直後はスローな流れに引っかかってしまい安田の手を焼かせたものの、4コーナー手前で先頭を伺って直線に入ると、抜け出し、2着の浅吉に庭審査で勝利を収めた。 デビューから4連勝、前戦で一度も無知を使われない干渉という内容で、ボバクラシック初戦のサツキ賞を迎えることとなった。サツキ賞当日の4月14日は、重賞未勝利場ながら、前年の2歳 GI、阪神3歳ステークス優勝場の伊吹舞神楽と、共に、単枠指定を受ける。単勝オッズは、前勝戦のやよい賞を制していた同馬を抑え、倍で一番人気に、 指示された。伊ぶキマイカグラが5枠11番に入ったことに対し、東海帝王は大外の18番枠に入ったため戦前は不利という見方をされたが、雨の影響で荒れていた内馬場を通らずに済むので帰って有利ではないかという見方もあり、安田も揉まれない枠だから帰っていいんじゃないだろうかと考えていた。スタートが切られると東海帝王は先行策を取り、 ババの外目を通って、前半の道中は7.8番手につけ、第3コーナーで大外を回って前方へ進出し、最後の直線で早め先頭に立つと日着の、車高グレードに一馬審査をつけて優勝。ゴールでは、安城の安田が手綱を抑える余裕を見せて、クラシック初戦を制した。競争後の記念撮影において、安田は、シンボリルドルフ主戦騎手の岡部幸に習い、馬上で、 まず一貫獲得を意味する人差し指を掲げ三貫取りを宣言した。クラシック第二戦となる東京優秀の一週間前になるとスポーツ新聞の競馬欄は東海帝王が東京優秀を勝つことが既成事実のように報じ、前日の土曜日に馬券の前売りが始まると単勝副勝協に東海帝王が入った八枠絡みの連勝馬券が飛ぶように売れ、 単勝は2倍を切った。迎えた東京優秀当日の5月26日、最終的な単勝オッズは、サツキ賞を上回る1.6倍と圧倒的な支持を集めた。レースは、スタート直後にスムーズに6番手につけ、直線で大外から抜け出す。最後は後続を突き放し、2着レオダーマンに3場審査の、解消。父シンボリルドルフと同様、無敗のまま2冠を達成した。 競争後には祝福の安田コールが起こり、安田は記念撮影で、サツキ賞に続いて、馬上で日本指を掲げた。安田は、ダービーに関しては、帝王の方が強い勝ち方だったのではと語り、レオダーバンに騎乗した岡部幸雄は、三四回ミスしてくれても叶わなかったと述べた。シンボリルドルフの調教師、野平雄二は、レースぶりはルドルフより余裕があったと称えた。 勝ちタイムの2分25秒9は、前年の勝ち馬アイネス風神に次ぐ、史上2番目という好タイムであり、また、東京優春で8枠の馬が1着となった、史上初の事例となった。競争後には親子2代の無敗のクラシック3冠達成への、期待が大きく高まった。しかし帝王は、表彰式を終えて、競馬場内の出張馬房に戻る事件で、歩み様に異常をきたしており、 診療所でレントゲン撮影が行われた。レントゲンの結果、左後ろ足の骨折が判明。3日後には公式に、左第三足根骨骨折、全治6ヶ月と発表され、年内の休養と最後の一環菊花賞の断念を余儀なくされた。東海底黄骨折のニュースは NHK が、一般のニュースと同じ扱いで大きく伝えた。 翌年1月に発表された JRA 賞では無敗の2巻が高く評価され、176名の記者投票のうち134票を獲得して、年度代表馬に選出され、さらに最優秀4歳、ボバ、5頭の GI 優勝馬を抑えて最優秀、父内国産馬にも選出された。また、中央競馬フリーフンデでは、コバのメジロマックイーンを上回る 65kg を与えられ、 当年の最高評価となった。翌1992年4月5日、大阪杯から復帰する。当時調教師試験に注力していた安田の事情、また将来の海外遠征の予定を踏まえ、本競争より、騎手は国際経験が豊富で、父、シンボリルドルフの主戦騎手、岡部幸雄に変わった。当日は、 東京優春から2 0ラム増の4 8 0ラムで出走。レースでは、イブキマイカグラや、前年の有馬記念優勝馬大優作などの競合も出走したが、これらの盆走を尻目に、帝王は岡部が無知を抜かないどころか、ほとんど追うこともなく圧勝した。無敗のまま迎えた、天皇賞は、本競争の前年度優勝馬目白マックイーンとの、 正規の対決が注目を集めた。3200メートルで行われる同競争に対し、東海帝王は2400メートル超のレースを未経験であったが、大阪杯の競争前に岡部が発した一杯になるという感じがなく、地の果てまでも走れそうというコメントなどから問題はないと見られた。一方、相手の目白マックイーンは四歳児の三千メートルで行われる。 菊花賞本競争の前哨戦阪神大退天も連覇するなど十分な長距離実績を持っていた。また、安城の竹豊が岡部の地の果てまでも走れそうというコメントに対してあっちが地の果てならこっちは天まで登りますよと応酬し対決ムードを盛り上げた。当日の単勝オッズは東海帝王が1.5倍の一番人気。 メジロマックイーンが2.2倍の2番人気となり、3番人気、イブキマイカグラが18.2倍と2頭から大きく、離れ、両馬のバレンオッツも1.5倍と非常に低くなった。スタートが切られると、東海帝王は前方4.5番手につけたメジロマックイーンの右後ろを追走。第3コーナーに入ると、メジロマックイーンがスパートをかけ、 レースを引っ張ったメジロパーマーに並びかけると、東海帝王も前方へ進出し、メジロマックイーンとの差を詰めにかかった。しかし、最後の直線で失速、後ろから来た髪のクレッセ、イブキマイカグラ、ホワイトアローンにかわされ、そのまま独走体制に入って逃げ切り勝ちを収めた、メジロマックイーンから10馬身近く遅れた、1.7秒差の五着に、敗れた。 レース後に松本は範囲について、距離の壁としか言いようがないとコメントし、岡部は考えていた通りの競馬ができたけど、直線半ばでもう一杯になってしまった。今日のところは相手が強かったということでしょうと述べた。調教助手の北口博之は、帝王は余馬場でこそ力を発揮できるタイプだけに、荒れた馬場が災いしたのかもと振り返った。競争10日後には、 右前足の剥離骨折が判明し、移行春シーズンは休養となった。この時診断した獣医は、骨折は東京優春寺と同じクレース開始直後に発生していたものではないかとしている。一方で、この時の骨折について、シンボリルドルーフの生産者、バシュの和田智広は何日もわからなかったぐらいなのだから、大した骨折じゃない。 安田隆之は骨折の影響について問われた際に、あれは、勝敗とは関係ないと述べ、いずれも、競争能力に影響する程度ではなかったという、見解を述べている。にかぜ谷育成センターで療養した後、9月に帰球。本格的な調教を開始したが、半ば頃に38度を越す熱発に見舞われて3日間調教を、休むといったアクシデントが起き、調整に狂いが生じた。 復帰戦はぶっつけ本番で臨む天皇賞となったが、松本は時間的にギリギリになってしまった。正直言って、排水の陣ですと不安を口にしていた。復帰初戦にもかかわらず当日は単勝オッズ2.4倍で一番人気に支持されたが、レースはメジロパーマーと大宅ヘリオスが競り合い、前半1000メートル通過が57秒後という殺人的なハイペースとなり、 岡部との折り合いがつかず3番手を進んだ帝王は最後の直線で失速。先行勢は総崩れの展開となり後方から追い込んだレッツゴーターキンの7着に終わった。初めて掲示板を外す結果となり、レース後に岡部は休み明けの馬特有の精神面の不安定さがもろに出た2度も骨折したから4歳児の足を望むのは酷くかもしれないとコメントしたが、 レース後に談話を取りに来ていたアナウンサーに対し、荒れ果てた顔つきで、負けは負けだよ、と叫んだ。松本は次のジャパンカップがピーク、というつもりでやってきたが、この負け方では、そんなことも言えないとコメントした。この敗戦を受けて、東海帝王は、もう終わった、二冠は、相手が弱かったからと言われるようにもなっていた。続く、ジャパンカップは、当年から、 国際 GI 競争として認定され、イギリス二冠品馬のユーザーフレンドリーを筆頭に、史上初めて現役のイギリスダービー馬が、一挙に二頭来日、オーストラリアから、前後年度代表馬のレッツイロープ、フランスからは、アーリントンミリオンの優勝バディアドクターなど、世界中の競合馬が集まり、そのメンバー構成は、レース史上最強とも評された。この中で、帝王は、 日本馬では最上位ながら生涯最低となるオッズ10.0倍の5番人気にとどまった。しかし、レースでは、同中4.5番手を追走すると、残り200メートル地点で外から抜け出し、残り150メートル地点からナチュラリズムとの激しい叩き合いとなると、残り50メートル地点で首差抜け出して優勝。ゴール後、普段は冷静な岡部が珍しく、右手で、 ガッツポーズを挙げた。日本馬の勝利は1984年のカツラギエース、1985年の父シンボリルドルフ以来7年ぶり3度目であり、同時に東海帝王は日本競馬史上最初の国際 GI 優勝馬となった。岡部にとってもルドルフ以来の優勝であり、ジャパンカップ史上初の2勝騎手となった。年末のグランプリ、 有馬記念では出走馬選定のファン投票で17万票以上を集め第1位で選出。しかし12月19日の開催で岡部が非常停止処分を受けた。陣営は JRA から同日19時までに有馬記念での帝王の安状を発表するように要請され松本がこの日阪神競馬場にいた。田原ら正規に電話で当日の起乗を依頼し、 これを了承された。ジャパンカップとは一転して絶好調と報じられ、当日も単勝オッズ2.4倍の一番人気に支持される。しかしレースでは終始後方のまま、生涯最低の11着に終わった。松本は敗因にゲートで友を滑らせて腰の筋肉を痛めたことを挙げた。田原は、 追い切りの感触は悪くなかったが、追い切った後の2、3日で変わってしまった、回収間に出た、帝王は、空気が抜けた風船のような状態になっていたと、解雇している。翌1993年1月3日、左中電筋を痛めていたことが判明し、鹿児島県の山下牧場で休養に入る。この時水面下では、種ボバとなることも模索されていたが、 結果的に価格が折り合わなかったため、現役続行が決まった。3月に気球、宝塚記念での復帰を目標に調整されていたが、競争10日前に、左前頭骨の剥離骨折が判明し、再び休養に入った。この結果、復帰戦は364日ぶりのレースとなる、有馬記念となった。しかし、主戦機種だった岡部はすでに当年の菊花賞優勝馬。 微和早秀への起乗が決定していた。そこで、竹豊への起乗も打診され、部は自分のお手が出走しなければ乗ってもいいと返答。したが、主戦騎士を務める日韓品馬ベガの出走が決まって、断られたため、最終的に前年も起乗した田原正紀で臨むこととなった。競争前、松本は力を出せる状態にはあると発言したものの、田原は、 順調に来ている馬相手では苦しいかもしれないと不安を口にしていた。しかし、田原は当日のパドックで落ち着きを感じたため力を出し切れると感じ、大川慶次郎はテレビ解説の席で今日の東海帝王は違いますね。ああやっと芝の上を走れるという感じがします。喜びに満ちたいい回収馬をしていますよと発言した。大川は後にこの時に受けた感覚は メジロマックイーンにも、東ボーイにも、テンポイントにも、シンボリルドルフにもない、それくらい、本当に素晴らしい出来だったなと感じましたと、振り返っている。当年は、出走14頭のうち東海帝王を含む8頭が、GI 優勝馬という顔ぶれであった。この中で、帝王は、単勝式ではビワハヤヒレ、レガシーワールド、ウィニングチケットに続く4番人気で出走した。 レースが始まると、中盤まで、広報大1作の東海帝王は、2周目第3、コーナーから徐々に進出。最後の直線に入ると、先に抜け出したビワ・ハヤヒデを追走し、ゴール前の競り合いを制して半馬審査で優勝した。ゴールの瞬間、NHK 競馬中継で実況を務めた、藤井康生は、東海帝王を蘇りました。フジテレビで実況中継を務めた。 坂井正幸及び関東独立遊局で実況していた長岡和也は東海帝王奇跡の復活と実況田原は優勝騎手インタビューにおいてこの勝利は日本競馬の常識を覆した東海帝王彼自身の勝利です彼を褒めてやってくださいと涙を流しながら語った前回の出走から中364日での GI 勝利は 長期休養明け GI 勝利の最長記録となり、現在まで破られていない。この勝利が評価され、翌1月には JRA 賞特別賞を受賞した。翌1994年も、現役を続行、天皇賞を目標に調教が進められていたが、復帰予定の大阪杯を、右、友の筋肉痛により回避。これを受け宝塚記念を目標に定めたが、4月14日に、 前回故障の幹部である左前頭骨を再び骨折し、4度目の休養に入った。18日に内村がこの年の天皇賞を最後に引退し、翌年春から種子倍入りすることを発表。以後は引退レースとなる秋の天皇賞に目標が切り替えられたが、状態の回復が思わしくなく、天皇賞に間に合わないとの判断から8月27日に、 松本から引退が正式に発表された。10月23日には東京競馬場で引退式が挙行された。当日のメイン競争はオープン特別競争であったにもかかわらず、重賞が行われた前週を1万人超上回る10万6179人のファンが訪れた。馬場では田原が起乗、ダービー優勝時の絶景20をつけた姿がファンに披露され、 安田隆之、岡部幸男も出席した。当日のメイン競争、東京スポーツ杯では、札幌賞で2着に退けた社交グレードが3年10、過月ぶりの勝利を挙げ、東海帝王への花向けではと、話題となった。種ボバ時代の東海帝王引退後は一口1500万円60株、総額9億円のシンジケートが組まれ、1995年より、 ヤシロダイスタリオンステーションにて種ネボとして共用された。なお、馬房は、父のライバルであったミスター・ CB が、レックス・スタットへ移動する前に使用していた馬房であり、隣の馬房にはメジロ・マック・イーンがいた。アリマ記念優勝の影響もあり、初年度より多数の良血牝馬を集め、初年度から100頭の繁殖牝馬と交配され、以降も頭数は77、104、111、 119、89等と推移した。1998年に初年度産区がデビュー。初年度から安定した産区数を得ていたが、同年のフレッシュサイヤーランキングでは桜爆心王、藤木跡、ウイニングチケットらの内国産守護場に遅れを取る9位となった。ノボエコ王など重賞で上位に入る産区もいた。ものの全体的に仕上がりが遅く、また、 気のの強さががが入れ込みにつながるタイプの産区が多かった。生産者の間でも父、シンボリルドルフが東海帝王を排出して、以降不審に陥っていたこともあって、帝王の前途を悲観する声も多かったが、2001年以降、東海ポイントが、マイルチャンピオンシップを、山ンシクルが、阪神ジュベナイルフィリーズを、2005年には、 ダート交流 GI へ昇格したばかりの柏記念をストロングブラッドが勝利し、守護馬としても一定の実績を残している。ジャパンカップ優勝から12年後の2004年、JRA ゴールデンジュビリーキャンペーンの名場メモリアル競争の一環として、東海帝王メモリアルが同年のジャパンカップ試行日に東京競馬場にて施行された。また、2010年には、 歴代のジャパンカップの勝ち馬から選ばれる JRA プレミアムレース東京ウェルカムプレミアムの投票で2位となり11月28日の東京競馬第6競争に東海帝王賞の名前が付けられた2009年11月7日と11月8日東京競馬場にて展示された2011年7月24日には函館競馬場に来場した ヤシロ大スタリオンステーションでは、東海帝王のたネボバ入りと同時に施設内に、ファンやクラブ会員が自由にパドックを見学でき、軽食やグッズ販売をするショップ、オンザグリーンとグリーンテラスが開設されたが、そのテラスから最も近いところに、東海帝王は放牧されていた。しかし、恒例となったことで、公開放牧を見合わせるようになり、以降は東海帝王に代わって、 ディープインパクトが放牧されるようになった。上記の2011年の函館競馬場でのお披露目が、東海帝王が公に見せた最後の姿となった。2013年8月30日、八代大スタリオンステーションの馬房にて心不全を起こして息を引き取った。25歳を打つ。この年の種付けシーズンを終え元気に過ごしていたが、同日放牧地から戻った後に息を引き取ったという。 東海帝王の死を受けて、東京、中山、京都、阪神の各競馬場では東海帝王への献花台、貴重台が設置され、た競馬場を及びウィンズにおいても9月27日まで、貴重が受け付けられ、集まった貴重は、後日車台スタリオンステーションへ届けられた。9月7日に、中山で行われたシオンステークス及び阪神で行われた西宮ステークスは、 東海帝王追悼競争の副題が付されて、施行された。後に八代大スタリオンステーション内には、母妃が混流された。ふとじ GI、J プニー競争競争名の前の国旗は、開催国三区の内尾馬の活躍馬は、馬か乗馬になったため、後継守母馬がなく、サイヤーラインの継続は、難しいと言われている。年月日金沢競馬等で、 活躍した東海フェスタの引退を最後に、日本国内から東海帝王3区は姿を消している。2019年11月より2ヶ月間にわたって、東海帝王3区のクワイトファインを後継守母場に、するためのクラウドファンディングが実施され、目標額に到達しプロジェクトは成功。東海帝王唯一の後継守母場となり、現在の日本で2頭目のヘロド系守母場となった。しかし、 2020年の種付け頭数はわずか2頭であり、依然として難しい状況である。東海帝王は2013年にも2頭の繁殖品馬と種付けを行っており、翌2014年に2頭の産区が誕生していた。最後の産区となったのは、2014年7月3日にニーカップ町のアスマランド、グラスホッパーで誕生した奇跡の帝王である。母夫として、 東海帝王を持つ首都馬には、サウジアラビアロイヤルシーを勝ち、オーストラリアに移籍し、競争場生活を送り引退、同地でつなぎをされている、ブレイブスマッシュがいる。帝王に関わった者が、その特徴として口を揃えるのが、体の柔軟性であり、牧場時代には柵を飛び越えて、隣の放牧地にいたという逸話も存在する。特に騎乗経験のある者はその乗り心地の良さを上げている。 この特徴が一般犯にもわかるものとして端的に現れたのがトリビッコと呼ばれる独特の歩み様であり特に後ろ足の急節は地面につくのではないかと見られたほど柔らかくクッションの効いた足運びは帝王の個性として好意的に捉えられた東京優春のパドックではテレビ解説を務めていた大川慶次郎がちょっと帝王の動きが悪いですね 友の運びがおかしいと故障の可能性を指摘したほどであったが、このコメントについて松本は、実際に馬を見たら、その通りなんです。特に馬房から引き出したら、なんや、この歩み様、と思うぐらいですと、大川の見解を擁護している。岡田茂之は、帝王の肉体面について、筋肉は繊細で、収縮力が強いから伸ばせば、いくらでも伸びるし、 その両端を離したらバチンと縮こまることのできるタイプなんですとし、このような体質だったことでストライドを大きく伸ばすことができ、元に戻るのも早かったとし、東海帝王はストライドの伸びでスピードを稼いだ名馬でした。サンデー家が日本に入ってくる前で言えば、珍しいほど優秀な体質の持ち主でしたよねと述べている。ヤシロ大スタリオンステーション事務局のドクタケは、 帝王について、天才肌の馬で、馬体も完璧すぎましたと称賛しているものの、生まれてくる産句は、父と比べて、何か、物足りない馬体の産句が多く、父を超える馬体を持つ産句を生む配合が見つけられない、まま帝王は亡くなってしまったと述べている。安田孝之は、初期の帝王の印象について、乗っていると心まで弾んでくるようだ。あれを味わったおかげで、 細身の体格からも大物感が滲み出てくるような気がしたと回想している。一方で、岡部幸男は初期の印象として乗り心地が良すぎるというか、ふわふわしすぎているというのかな。もっと重たい部分が出てくるといいなぁと思ったんだ。田原正世は力強さの点で少し物足りない気もしました。全体的な比較で前区の素晴らしさに比べると、あと、 むくろがちょっと物足りないという印象は残りますと述べ、いずれも力強さという点での不満を表明している。しかし、戸原はこれに付け加え、それはおそらく帝王特有の柔らかさから受ける印象なんです。ポルシェにベンツの良さを取り入れたら、ポルシェの良さが失われてしまう。それと同じことで、僕が感じたのは補うことができない物足りなさだったと思うとの見解を示している。 双方と故障の相関用駒の頃は、サラブレッドの手本のような立ち方をしており、故障の心配はないと見られていた。作家の吉川亮によると、若駒ステークスをシンボリルドルフの調教師、野平雄二と中山競馬場のモニター画面で観戦した際、野平は、ま、ことちゃん、見ましたか帝王のフォーム。美しくて強い。光源氏みたいだったでしょ。 女性ならみんな参ってしまう。出しましたね。ルドルフは父を超えるかもしれない子を。続々としちゃった。この時期に恐ろしいほどのフォームを身につけてる。幸せな馬ですねと語るほどにその走り方を絶賛したという。大川慶次郎は帝王の走り方についてサラブレッドとしてターフの上を走る喜びを感じさせた珍しい馬だったと評している。 競争生活中に発症した4度の骨折は全て軽度のものであり、競争能力への影響は少なかった。しかし順調な調整と鍛錬が妨げられ、結果的には競争成績に反映された。このように小さな骨折を繰り返した原因として、松本は帝王の双方を挙げている。松本によると帝王は普通の馬と違って、 前足が肩のあたりまで振り上がるほどのフォームであるため、それだけ足にかかる衝撃も大きいとし、このような特徴からボクシングに例え、ハードパンチャーほど拳の怪我が多いというのと同じ。逆に言えば、そのフォームゆえにあれだけの成績を残せたとも言える、わけですと述べている。岡田茂之は、東海帝王のように体質の柔らかい馬は、基本的に故障しにくいとした上で、 帝王はあまりにも柔らかいがゆえに着地した時の支える力が弱いということでもあるといい、その点で故障しやすかった可能性はありますねと述べている。楊枝東海帝王は楊枝の面でも高い評価を受けた。特にその気品を上げる声が多い。気候師とも呼ばれ、競争生活中は長い前髪がトレードマークの一つであったが、種子イリ後も多くの見学者が訪れるため、 イメージを壊さないようにとの種馬場の配慮で意図的に長めに整えられていた。野平雄二は帝王についてレースを走る前周囲を平芸するように見回すところなどもルドルフにそっくり。そんな父子がついに日本の馬からも出てきた。私にはそのことが何よりも嬉しいんですと述べている。幼馬の頃は聞かない部分があり。 長浜牧場から松本厩舎に送り出されるにあたっては、長浜から担当厩務員について、うるさい馬だから短期な八つ当たりをして馬をいじめるような人には絶対任せないでくださいとの要望が出されていた。松本は帝王の気象について自尊心が強いと評し、1993年の療養生活に入るにあたっては、信頼できる点では、 自身が知る限り最高の人に馬を預けたという。しかし担当した東育は、安ずまい競争生活を通じて全く手がかからず、賢い馬だったとの印象を語っており、岡部幸男も調教で初めて帝王にまたがった際に、背中、フットワークは父そっくり、落ち着き、賢さは父以上と評している。岡部は帝王の精神力についても何回も、 怪我をして復活できるというのは、すごい精神力があるからだろうね。普通の馬なら、自信をなくしてしまうところですよと評している。一方で、東、調教助手の犬井信明、に風谷育成センター上長の岡本幸弘、八代大スタリオンステーション事務局の徳武英介の、いずれもが、プライド型各機の強い一面があったとの印象も、述べている。田原誠樹は、 帝王の偉大な部分についてその性質を挙げており、強い意志を持った上で、従順な時は従順だし、従わない時は従わない。言うなれば、利口な馬だよね、と述べている。徳武英介によると、松本曰く帝王は一度レースに使うと走りすぎて、しまうので、プールで泳がせるなどして、気持ちが張り詰めないように工夫をしながら、調整を行っていた。そのため、 1993年の有馬記念前も一度レースに使うことも可能ではあったが、レースに使うと走りすぎてしまうため逆にためらわれたと言い,い、そのため待つだけ待って、直接本番の有馬記念に出走させることになったと話していたという。ライターの後藤正都によると、帝王は馬体が汚れることを極端に嫌う、潔癖症で馬房では慎重に場所を選んで綺麗な藁の上でしか、 横にならず、自分のボロの上に寝るようなことがなかった。会話を食べる時も口からこぼすことがなく綺麗に、平らげ口の中の縁麦をしっかりと飲み込んでから、水桶に口をつけるため、水が汚れることもなく、ヤシロ大スタリオンステーションのスタッフは、こんなに綺麗好きな馬は見たことがないと口を揃えていたという。日本中央競馬会が、競馬ファンを対象に実施した。 投票企画においては、2000年の20世紀の名馬大投票ではは、ルドルフの得票を2000票余り上回る24,782票を獲得して、第5位にランクインし、6位の父より上位につけられた。2010年に実施した未来に語り継ぎたい不滅の名馬たちでは、第8位、2015年に実施した、 未来に語り継ぎたい名場ベスト100では7位に選ばれた、ルドルフに次ぐ第8位に選ばれた。未来に語り継ぎたい名場ベスト100に選ばれた各場のベストレースの投票では、東海帝王は1993年の有馬記念が投票率75.0%で第1位。1992年のジャパンカップが投票率12.9%で第2位。 1991年日本ダービーが投票率10.7%で第3位という結果となった。父シンボリ・レドルフは強すぎて退屈とも評され、人気の面では比較的冷めた見方をされていたのに対し、帝王は人気が高い馬であった。人気の背景には様々な要因があるが、特に不沈の激しい競争生活がファンの心をつかんだという見方がある。 ライターの河村生命は、帝王が高い人気を獲得したことについて、怪物、オグリキャップの引退による寂しさを、この頃多くのファンが感じていたが、心にできたその隙間を次なるヒーローへの期待が、あっさりと埋めた格好だったと述べ、決闘評論家の吉澤常治も、オグリキャップが抜けて、ぽっかり開いた穴を、見事に埋めてくれたのが東海帝王だったと述べている。須田鷹は、帝王を、 特別なサラブレッドと表し、成績表の上で東海帝王を超える馬は、今後も出るかもしれない。しかし、サラブレッドとしてあれ以上に、特別な馬が出てくるかと問われたら、首を縦に振る気にはなれない。そのくらい、東海帝王は特別なサラブレッドだったと述べている。種ボバ時代も人気は衰えず、ヤシロ大スタリオンステーションの放牧地には、毎年のように、帝王を訪ねに来るファンも多かった。 競争生活中にはパナソニックが発売した大型テレビガオーの CM キャラクターに採用され、競馬ファン以外にも広くその名を知られた。前日の通り、5歳から岡部が手綱を取った背景には、日本国外への遠征を予定していたという事情があり、仮に順調に戦績を重ねていた場合、同年のフランス外旋門賞への出走が視野に入れられていたが、 天皇賞での故障で実現しなかった。ジャパンカップの優勝後には、競馬評論家の柏木修保が、外戦文賞や、アーリントンミリオンなどから帰り、再び、ジャパンカップや有馬記念に登場する、帝王が存在することを信じたいと、遠征への期待を述べたが、遠征は結局実現しなかった。松本翔一は、遠征を行ったと仮定しての予測において、帝王は、 非常にデリケートな一面があったため、遠征先の環境に順応できなかった可能性があると述べている。なお、松本は、競馬会に入った当初から、外戦門章に優勝し、外国の報道陣の前でフランス語で記者会見をすることを大きな目標としていたが、外戦門章の代わりに、国際 GI 初年度となったジャパンカップに優勝し、外国の報道陣の前で、 記者会見をするという目標を達した。松本はこれをもって夢を叶えてくれたと述べ、ジャパンカップをその戦歴で最も思い出深いレースとして挙げている。府警はアイルランドサンバの祖父、パーソロンからトールビヨンヘロド、三大市そばのバイアリータークへと遡る系統である。府警直径としては一時断絶寸前に至った冒険であるが、日本ではパーソロンや ダンディルートの成功によって、独自の発展を保った。母系は1925年に、下佐五両牧場が輸入した、基礎品馬、生徒もに遡る。そのメスクヒサトモは、日本競馬史上初の日本ダービー優勝品馬であるが、繁殖品馬としては小出しが悪く、4頭の3区を生んだ、後に16歳で、競争を復帰させられた末に兵死した。 メスゴマは一頭しか残しておらず、その系統もまた消滅寸前であったが、1967年に内村正則が久友の彦にあたる東海クイーンを勾配、初所有の同馬が6勝を挙げると、内村は久友の血統に注目し、その系統を保護するため、子孫を次々に勾配した。市場主が一つの系統を丸ごと保護するということは、 系統出身場が凡庸であった場合の経済的リスクが非常に高かったが、内村の情熱はやがて東海ローマン、東海帝王らに結実した。東海帝王のダービー優勝時点で、久友の子孫はすべて内村の所有場であった。吉沢常ジ,ジは消滅の一歩手前にあった。この武器を内村正則オーナーが手に入れ、辛抱強く改良を重ねて蘇らせた集大成が、 東海帝王だったと評している和戦。ありがとうございます。